皆様こんにちは。私はケンドラ・エヴァンスと申します。今日は姉妹都市についてお話ししたいと思います。姉妹都市というのをお耳になさったことがありますか？と場合によって意味が違いますが、多くの場合では共通点をもとに、交流を深め、市町村が一緒に提携することを協定するということです。そもそもヨーロッパの取り組みでした。と第二次世界大戦の後、ヨーロッパの国々と復興を目指し交流を深め、多くの市町村が一緒に頑張りますと思いました。私は去年、2016年8月から1年間山梨県庁に勤めておりました。その時に私の仕事の一環として、姉妹州または姉妹都市を、担当していました。一番長く山梨県との関係はアイオワ州、アメリカのアイオワ州と60年余りの歴史があります。この関係のきっかけは1959年の台風でした。この台風は日本全国に大きな被害をもたらしましたが、特に山梨県は農畜産物に大変な被害を受けてしまいました。その時に毎年ベーコン祭りが行われるほど豚が大事であるアイオワ州は、豚35頭を飛行機で送り、山梨県の復興を促進しました。翌年、山梨県とアイオワ州は姉妹関係を締結しました。山梨県は都道府県のレベルでも市町村のレベルでも35箇所以上の国際的なリンクがあり、このリンクを通じて教育、文化、スポーツなどの交流だけではなく、経済的な交流、つまりビジネス交流にも発展しています。一方、イギリスはこのような関係を樹立、確保することは少なくなってきています。イギリスの姉妹関係の大半は、フランスやドイツなどのヨーロッパの国とリンクがあるんですけれども、しかし最近、ある市長にもう意味がありませんと言われ、終了されることがあります。私が思ったのは、姉妹関係が地元のビジネスを促進できます。イギリスにとっては EU 離脱の将来である現在、海外のつながりを大切にすることが今まで以上重要になってくるのではないでしょうか。ここで日本の成功例として姉妹都市のビジネス的な利点に注目してお話ししたいと思います。一つの利点は協力です。先ほどもお話しましたが、共通点をもとに、そういう姉妹都市関係を締結できます。この共通点の中で、お互いなビジネスチャンスがあります。例えば山梨県はかつて鉱石が豊富でした。山梨県ジュエリーが有名で生産者として知られています。今工業が減ってきていますが、山梨県のジュエリー専門家はまだ多いです。現在県内の鉱石を使う代わりに、ブラジルの、工業が盛んであるミナスジェライ州から入手します。1973年に、ブラジルのミナスジェライ州と山梨県が姉妹都市関係を締結して、このつながりを通じて山梨県は需要、ミナスジェライ州は供給というビジネス関係が成立しました。今山梨県は日本のジュエリー輸出の 20% を占めており、ミナスからの興行のおかげで、国内のセールが減少してはいるものの、中国などアジアの国で流行し始めています。この姉妹関係を通して、それによって互恵利益が受けられます。二つ目の利点はアクセスです。姉妹都市関係を通して様々な業界の所在を直接知ることができ、この新しいノウハウを取り入れることができます。例を挙げるとしたら、姉妹都市関係を結んだ福岡市とミャンマー・ヤンゴン市が2011年から、総合派遣職員プログラムを続けています。このプログラムは廃棄物処理などを研究し、
帰国後、自分の国でこの新しい政策を、促進します。この日本の姉妹関係、姉妹州において、この、プログラムは少なくではありません。これは自治体レベルですが、民間のレベルでもできるのではないでしょうか。このプログラムは役に立つと思います。例えば山梨県は、姉妹州の表敬訪問の時にいつも山梨県産の甲州ワイン1日本をお礼として差し上げます。これは単なるの土産の品にとどまると思われるかもしれませんが、実はそれでもプロモーションですよね。もし味を気に入った方がいましたら、この方が新しいお客さんになりますよね。と実際山梨県産のワインは美味しいんですよ。みんな、お飲みになったことがなければぜひお試しください。3つ目のポイントは草の根ネットです。つまり人々とのネットワークを使用することです。さっきに申し上げたアイオワ州はこの草の根ネットのとてもいい例だと思います。毎年行われているアイオワ州のベーコン祭りが去年山梨県で初めて行われました。山梨県民とアイオワ州民も企画者でしたが、山梨県側の企画者は、山梨県青年会議所でした。というのを山梨県の若者でした。この若者が、2016年に町づくりや高齢者ケアに対するアプローチについて話し合うためにアイオワ州に行きました。その時にベーコン祭りに参加して、ベーコン祭りの担当者と一緒にどうやってこのエナジーイベントを山梨県で共催することのか話して共催することにしました。文化の日に行われ、12,000人の客さんがベーコンを楽しみました。大成功でしたが、国際的な考えている若者と、使用できる国際的なリンクは不可欠でした。この理由で姉妹都市のリンクが大事だと思います。姉妹都市関係が個人的な関係になりますね。若者が国際的に考えることを促し、考え方を使用してみる機会も与えられます。このように姉妹都市関係は協力、新しいアイデアと、草の根ネットを提供することです。じゃあイギリスはこのような利点を役に立つでしょうか。今、将来は不可欠です。意見をさておいて、EU 離脱が起こることを認めないとはいけません。だからこそ、日本のように維持している、関係を守りながら、イギリスは新しい国際的なリンクを、探した方がいいと思います。共通点で姉妹都市を交流しようではありませんか。田舎の若者がグローバル的に考えられるように、誇りがあるビジネスが革新続けられるように、イギリスは国際的かつ前向きな国に残れるように、海外を見て姉妹都市関係を見つけましょう。以上です。ご清聴ありがとうございます。ケンドラさん、ありがとうございます。私は山梨県山中湖の近くで育ったので、とても懐かしくお話を聞かせていただきました。どうして日本語を学ぼうと思われたんですか。私はですね、もともと子どもの時よくアニメとかも見ましたが、お父さんはよく、仕事のために日本に行ってきますね。で、日本語の、言語を勉強することが大好きなんで、テープとか本を買って、私もじゃあ頑張りますと思いました。で、続けてどんどん、日本の文化、特になんか書道に興味があって、そういうことですね。日本語を学ばれて日本で働いた経験があると思うので、より日本を理解できたと思うんですが、どんな点行かれてね、日本に行かれてどんな点をより理解できたと思いますか。そうですね、ちょっと、表現しにくいですけれども、特に文化の小さいことが経験するとよく理解できると思いますね。特にイギリスにいると、日本はすごく
なんか、あ、眩しいものですね、あ、行きたいといつも思いますけど、行くとちゃんといろいろなことを経験して、なんか、まあ、普通というよりもなんか、まあ、日常生活ですよね、慣れてきて、それでもよりいい場所がだと理解できると思いますね、うん、ありがとうございました。あのケンドラさんのお話の中で、姉妹都市に関してイギリスはあまり今積極的ではないというお話でしたけども、うん、そうですね、何が理由なんですかね。あまり役に立たないと思ってるんですかね。まあ、そうですね、多分そもそも第二次世界大戦の後なので、もうその関係があれですね、友好関係、まあ、みんなこの国々との関係が悪くなりましたので、この姉妹都市はいい政策でしたよね。でも今はもう関係がいいのでもう意味がないという市場、がいますね、うん、私の知ってる限りでは、うん、イギリスは姉妹都市というシスターシティというのをやめて、うん、友好都市というフレンドリーシティという契約をすると、うん、それで実際に栃木県の益子とコーンウォールのセンターイブスが姉妹都市じゃなくて友好都市ということで提携をしてますけども、うん、それが新しいやり方みたいなんですけど、ただ、うん、これは日本の方のラブコールで日本からどっか見つけて交流したいって言ってるけど、イギリスの方はまあしょうがないからやるかっていうそんな感じなんですけどもね。なんかさっきお話になったブレクシットがあった時にやっぱりもっと海外っていうか EU 以外の国とお付き合いすることが大事なんじゃないですかね、うん、そうですね、私もそう思います、うん、なんか将来どうですか、イギリス政府に入ってそういう運動したらどうですか。まあ、私の意見ではですね、もちろん、まあ、イギリスの、人口の大半、まあ、小さい大半ですけど大半が離脱としたいんですね。なのでもちろんそういう、まあ、テンションがあります。なので姉妹都市はちゃんと、うん、復興して改善したらいいかなと思います、うん、イギリスの、まあイギリスが今 EU の国で、レピュテーションがですねちょっと悪いので頑張ればいいと思います、うん、日本はね結局いろんな地方の産業がありますよね、イギリスもありますよね、うん、そうするとよく探すと同じような産業を持った、ま、地域があると思うんですよね、そうですね、そういうところをもっと一緒にこう共同してうん、交流したらいいですよね。そうですね、例えばですね山梨県は、ワインはすごく美味しくて、まあ、有名ですが、国内でもどんどんプロモーションのおかげで、うん、成功が収めつつありますが、イギリスのワインもどんどん、人気になりますので、この共通点をもとに、うん、関係を交流しようではありませんか。イギリスは今ケントとかサリーがそうです、ね、いいワインができてますから、うん、山梨県がやったらどうですかね、姉妹、うん、ね、勝沼県、勝沼、うん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。